島内博明。そして4番の島内が出てきました。今日は森本島内のヒーローインタビュー、ではそのインタビューをお聞きいただきましょう。放送席、放送席、全国のイーグルスファンの皆さん、お待たせしました、ヒーローインタビューです。まず則本投手からお話を伺っていきます。7回3失点、ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日のピッチング振り返っていかがでしたか？フォアボールが多かったんで、球数が増えましたけど、本当に野手の皆さんに助けてもらって、勝てたと思います。ホームランで2点を先制されましたけども、すぐさま打線が取り返してくれました。非常に心強い打線ですね。はい、隣にいる島内さんが安楽打法で打ってくれたんで、はい、良かったと思います。そして則本投手もその後ランナーを出しながらも粘り強いピッチング、今日7回3失点、久々に勝利つかめた要因、ご自身としてはどのあたりを分析されてますか？そうですね、とりあえず疲れたんで、はい、とにかく今日勝てたのは本当に良かったと思いますし、また次勝てるようにやりたいなと思います。7回1点差となった場面で中村選手を三振、あのあたりは力が入ったんじゃないですか？なんとか1点取られましたけど、勝った状態でマウンド降りたかったんで、そうなってよかったなと思います。さて現在チームは首位をキープしています。これからの戦い、抱負をお願いします。はい、とにかく一生懸命投げて頑張ります。今日のヒーロー則本貴博投手でした。続いて今日の打のヒーローです、島内博明選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。2点を取られて、そしてチャンスの場面で3回打席が回ってきました。どんなことを頭に置いてバッターボックスに向かいましたか？はい、ゲッツーだけは投げたくないと思って打席に立ちました。その結果がタイムリースリーベースヒット。バッティング振り返っていかがでした？はい、たまたまなんですけど、なんとかノリが頑張ってたんで打ててよかったです。今日の試合で昨日もタイムリーが出ました。3試合連続のタイムリーヒット、ここのところ勝負強いバッティング光ってますけども、いかがでしょう？最近結構チャンスで回ってくるんで、そのせいかと思います。はい、島内選手は今日の2打点で30打点、ロッテの安田選手と現時点で打点トップで並んでいます。いかがでしょう？はい、ありがとうございます。これからも勝負強いバッティング期待してよろしいですか？頑張ります。はい、今日は楽天生命パーク授業の一環で小学生、中学生、高校生、専門学校生の皆さんがいらっしゃっています。島内選手から若い皆さん、最後に一言メッセージお願いいたします。今日学生がいっぱいいて非常に緊張しました。ですがすごい力になりました。本当にありがとうございます。また球場の方に足を運んでください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ヒーローは則本貴博投手、そして島内博明選手でした。